バックスイングについてです。バックスインは左手をすごい伸ばしてこのようにすごい苦しい状態結構肩をこう以前の動画でストレッチしたような形とは言ったのですがストレッチを本当にしてこう伸ばして筋肉が引っ張られた状態でグラブをこうねじろうとしてしまうと力みにつながってしまいますのでバックスイングのトップの辺りはこの辺が緩んでいるような状態あんまりこの辺の肩周りの筋肉が引っ張られてこうねじっているというよりは。 アドレスの段階のこう緩んだ状態のまま向きが変わってクラブをこう支えているようなトップになってくると力まずにダウンスイングに入っていけるはずです。ここからやはり伸ばしてアドレスよりストレッチがかかってこうグッと伸びているような状態ということはアドレスよりもかなり腕が伸びている状態ですので一旦左腕をこう引っ張るような形で近くに戻さなくてはなりません。で近くに戻そうとした勢いで ヘッドが必ず少しだけ遅れますので筋力のない人だったりタイミングがわからない人はもうクラブを戻すことができませんのでなるべくこの緩んだ状態からそのまま体の向きを変えるようなイメージでクラブをスイングしてあげることが大切ですですからこの顎のあたり肩関節周りの筋肉にはゆとりがあるような状態でトップを迎えられるような気持ちで バックスイインンをししてあげると、少し楽にスイングができるるようになると思います。ま一応肩を顎の下まで入れずにもうこの鎖骨の辺りまで入れるぐらいの気持ちでも結構肩って楽に入ってくれますのでこう腕を伸ばしてしっかりここまで入れると逆に力んでしまいますので体の後ろだけ向いていくような形で肩は鎖骨ぐらいに入るような左側の鎖骨に入るぐらいの気持ちで上げてあげることが 大切になりますいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価、えー、お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします